本日は鹿児島県枕崎へ行ってまいりました。そこで発見したのが日の神公園。鬼滅が好きだからっていうのもあるんですかね。なんかこの日の神って見るとですね、ひょっとしたら日の神神楽でもあるのではと、ね、そんな余談はさておき、ここね、すごく良かったですよ。無料でなんかテントとかも張れるみたいで、すごくね、いいロケーションのところでした。日の神公園。で、海をバックにと言いますか、海をね、ありまして、このね、すぐ近くにプールもあったんですけど、こんな感じで海を目の前に、こんなところにね、テントが張れるみたいです。ちなみに、こんなところにあります。でね、枕崎でこう有名なんですかね、お茶がね、すごくこう、作られてて、ああ、いいなと思って、枕崎茶っていうのもね、ありましたので、ぜひ、興味のある方はお調べください。そして帰りにですね、桜島パーキングに寄りました。さすがにですね、一人で撮る勇気は、なかったので、こんな感じで桜島にね、で、パーキングの中で、黒豚カレーだったかな、カレーを頼みまして、この日はですね、往復700キロ、ね、合わせて10時間、こう走りましたんで、帰り道にね、まだまだロングドライブだったんですけども、栄養つけてグッと。これね、皆さんよく見てください。一人でね、食べて撮影してる、ね、この変な姿、一体どうですかね、グッグッと。というわけで、ありがとう、鹿児島。ありがとう、桜島ということでした。チャンネル登録よろしく。